夏目漱石夢十夜第五夜。でもよほど古いことで、神代に近い昔と思われるが、自分が戦をして運悪く負けたために、生け捕りになって敵の大将の前に引き据えられ、人はみんな背が高かった。そしてみんな長いひげを生やしていた。革の帯を締めてそれへ棒のような剣を吊るしていた。弓は藤鶴の太いのをそのまま用いたように見えた。漆も塗ってなければ磨きもかけてない、極めて素朴なものであった。敵の大将、弓の真ん中を右の手で握って、その弓を草の上へついて逆亀を伏せたようなものの上に腰をかけていた。その顔を見ると、鼻の上で左右の眉が太くつながっている。その頃、カミソリというものは無論虜だから腰をかけるわけにいかない。草の上にあぐらをかいていた。足には大きなわら靴を履いていた。この時代のわら靴は深いものであった。立つと膝頭まで来た。その端のところはわらを少し編み残して、草のように下げて歩くとバラバラ動くようにして飾りとしていい。死ぬか生きるかと聞いた。これはその頃の習慣で、虜には誰でも一応はこう聞いたものである。生きると答えると降参した意味で、死ぬというと屈服しないということになる。自分は一言、死ぬと答えた。大将は草の上についていた弓を向こうへ投げて、腰に吊るした棒のような剣をするりと抜きかけた。それへ風になびいたかがり火が横から吹きつけた。自分は右の手を楓のように開いて、棚心を大将の方へ向けて目の上へ差し上げた。待てという合図で、太い剣をカチャリと鞘に収めた。その頃でも恋はあった。
自分は死ぬ前に一目思う女に会いたいと言った。大将は夜が明けて鳥が鳴くまでなら待つと言った。鳥が鳴くまでに女をここへ呼ばなければならない。鳥が鳴いても女が来なければ自分は会わずに殺されてしまう。大将は腰をかけたままかがり火を眺めている。自分は大きなわらぐつを組み合わしたまま草の上で女を待っている。夜はだんだん更ける。時々かがり火が崩れる音がする。崩れるたびにうろたえたように炎が大将に流れかかる。真っ黒な眉の下に大将の目がピカピカと光っている。すると誰やら来て新しい枝をたくさん火の中へ投げ込んでいる。裏の奈良の木につないである白い馬を引き出した。たてがみを三度撫でて高い背にひらりと飛び乗った。鞍もない、あぶんもない、裸馬であった。長く白い足で太腹を蹴ると馬は一旦に駆け出した。誰かがかがりを継ぎ足したので遠くの空が薄明るく見える。馬はこの明るいものをめがけて闇の中を飛んでくる。鼻から火の柱のような息を二本出して飛んでくる。それでも女は細い足でしきりしきりに馬の腹を蹴っている。馬は蹄の音が銃でなるほど早く飛んでくる。女の髪は吹き流しのように闇の中に尾を引いた。それでもまだかがりのあるところまでおられない。真っ暗な道の旗でたちまちコケコッコーという鳥の声がした。女は身を空ざまに両手に握った手綱をうっと引っかえた。馬は前足の蹄を硬い岩の上にはっしと刻み込んだ。コケコッコー。鶏がまた一声泣いた。女ははっと言って締めた手綱を一度に緩めた。馬はもろ膝を折る。乗った人と共にまともへ前へのめった。岩の下は深い淵であった。蹄の跡は未だに岩の上に残っている。鳥の鳴く真似をした者は天の邪鬼である。この蹄の跡の岩に刻みつけられている間、
あのジャックは自分の仇である。イジュネジュニア第5夜でした。ありがとうございました。